メイケルの和也です。今回は科学業界の業界研究をしていきます。科学業界というと馴染みがない人も多いかもしれませんが、化学製品はほぼ全ての産業で使用される必要不可欠な存在で、東洋経済の業界地図で見てみると、業界の規模としては建設、総合商社、不動産、ショッピングセンターに次ぐ第5位なんですね。自動車部品や電気大手より大きいと言われると伝わりやすいかもしれません。かなり新しい産業にも見えますが、実は業界的には1800年頃に理論科学が確立されてから続く約200年の歴史がある古い産業。脱線しましたが、業界説明の前にそもそも化学メーカーがどんなことをしているのか、どんな役割を担っているのかを説明していきます。最終的にお客さんの元に製品が届くまでを説明していきますが、まずはナフサや石炭、天然ガスといった原材料を調達してきて、それを分解してエチレンやプロピレンといった石油化学基礎製品を生産します。その後これを原料にして合成樹脂や合成繊維の原料、合成ゴムといった誘導品を作ります。誘導品というと分かりづらいですが、化学反応によって生成される製品と覚えておきましょう。それを加工してプラスチック加工品や塗料、自動車部品や電子部品、農薬などになります。それをさらに加工、組み立てをして自動車や住宅、家電などになって最終的にお客さんの元に届くという仕組みになっています。ざっくりと理解していただけましたか？資料によって分類に差はありますが、この原材料部分を川上、石油化学基礎製品、誘導品、一次加工品を川中、最後の製品部分が川下という括りになっています。特徴としては、川上に行けば行くほど大量の原料を安くするために資金力が物を言う世界で、川下に行けば行くほど組み立てなど労働集約型になっていくイメージです。この背景を理解した上で化学業界をざっくりと見ていくと、資金力勝負になる石油化学基礎製品を生産するメーカーが総合化学メーカーと呼ばれていますが、財閥系の三菱ケミカルホールディングス、住友化学、三井化学があります。また旭化成や昭和電工、東総もここに分類されます。特に川上では大規模なプラントで原料から基礎材料を作っていますが、ポイントは技術力よりも大量に安くナフサなどの原材料を安く買えるかという資金力勝負になってくるので、差別化が難しく利益率がとても低いということを押さえておきましょう。次に川中は信越化学工業、 JSR、 ダイセルなどが有名ですが、安い原料から付加価値の高い素材を生産しているので、化学工業の中で最も利益率が高いんですね。信越化学工業はその中でも特に利益が大きく、2018年の利益は三菱ケミカルの2倍以上あります。川中は特に技術力勝負になるので、日本の化学メーカーが強いです。川下は中間製品から最終製品を扱っている B2C 企業です。ちなみにここでは紹介しきれませんが、日本の化学メーカーは名前こそ知られてはいないものの、本当に優良企業は多いです。ぜひチェックしてみてください。一般的に利益率が高いほど収益性が高いので、ホワイト企業である可能性が高いです。次に化学業界の市場動向について説明していきます。化学メーカーの市場はほぼ全ての産業に関わっているので、最終製品と比べれば影響は小さいですが、特に川上を扱っている総合化学メーカーは景気の変動を受けやすいです。ちょっとこの説明は分かりづらいかもしれませんが、業界最大手の三菱ケミカルが日経平均とほぼ連動していることが分かりますよね。川上は特にその傾向が強いです。全体の調子が良ければ需要が増え、全体の調子が悪くなれば需要が減るというイメージです。しかも特にナフサの原料となる原油価格はかなり変動しているので、高騰すれば仕入れ価格が高くなって利益が出なくなりますし、安くなれば利益が出やすくなるというように、外部の影響がかなり大きいです。一方で信越化学と日経平均を比較すると、お客様のニーズに合わせて高付加価値な製品を提供して利益が大きいため、景気には連動しつつも、景気がいい時にはかなり利益が出やすいと言います。簡単に言うと、技術力が差別的要因になっているので、そのメーカーを使わなければいけない理由があるため、景気の変動を受けにくいと言われています。また液晶テレビ向け高機能フィルムなどの電子材料やスマートフォンの普及によって、ディスプレイパネル業界では高機能フィルム有機 EL の需要拡大で好調でした。全体としてはこのような感じになっているので、より付加価値の高い技術で製品を作っていくことが求められています。ちなみにコロナの影響を見るために株価を見てみると、三菱ケミカルは影響を受けていて、信越化学は回復傾向にありますね。直近ではマイナス78億円の影響としていますが、21年は利益の影響額を約マイナス800億円と見込んでいます。信越化学工業は影響は限定的としていますが、コロナによって IT 化が進めばシリコンウェハを提供している関係から、信越化学にとってはプラスではないかという記事も出ています。前置きが長くなりましたが、そのような中で各社がどのような事業を行い、どのような戦略を立てているのか見ていきましょう。今回は化学業界の業界研究なので、三菱ケミカル、住友化学、信越化学、三井化学を紹介していきます。旭化成については繊維業界で解説していくので、今回は省いています。またややこしくなるので、全体理解のために今回は化学素材などに関する説明は省いています。それではまずは企業の数値を改めて比較してみていきましょう。売上を比較してみてみると、三菱ケミカルが頭一つ抜けています。その下に住友化学、信越化学、三井化学が続きます。純利益を比べてみると、信越化学が一番多くなっていますよね。ちなみに研究開発費と設備投資を比べてみると、三菱ケミカルがかなり設備投資と
と研究開発費に力を入れていることがわかります。業界の流れとしても化学基礎製品から機能製品というように流れている動きがあるので事業面でも変化が大きそうですよね。それでは各社の売上の内訳を比較してみていきましょう。各社の売上の内訳を比べてみるとかなり分散された状態にはなっていますが、依然として石油化学などの基礎化学製品の比重は高いです。ここへの依存度をどれだけ下げることができるかが今後の化学メーカーの課題になっているのでしっかりと比較してみていきましょう。今回は各企業の比較をメインでしていくので、各企業についてもっと知りたいという方は企業研究の動画を見てください。次に各企業の強みを見比べてみていきましょう。三菱ケミカルの強みは何といっても素材事業で売上の 50% 以上を占めています。2016年から2020年にかけて1兆2800億円をかけて M&A を繰り返しながら拡大してきました。素材事業に関して少しだけ補足すると、素材事業は MMA、 炭素、石化原料、産業ガスの4つに分けられ、 MMA というのはメタクリル酸メチルといって世界シェア 40% でトップです。ここ5年は機能製品というよりも素材事業の規模拡大と基盤の安定にメインで投資を行っていました。住友化学は事業の内訳を見てもらうと幅広く事業を行っていますが、収益柱の農薬は国内最大手で現在海外展開を積極的に進めています。実際に海外売上高比率は 65% まで上がっています。医薬品の比率もかなり高く、これは大日本住友製薬が担っています。新越化学は塩化ビニルに強みを持っており、この事業はアメリカのシンテックという子会社が担っています。塩化ビニルの生産量は世界一です。すごいですよね。さらに半導体用シリコンウェハという製品でも世界トップで高機能材料に強いので他社に比べて利益率が高いのも特徴です。三井化学の事業内訳を見てみると素材にかなり頼っているように見えますが、自動車用のコンパウンドという素材やメガネレンズ用素材、燃料タンク素材などが収益柱として育ちつつあります。これらはシェア世界ナンバーワンです。三井化学は石油化学事業の構造改革を進めていたので着実に成果が出ていますね。それでは各企業の今後の戦略について見ていきましょう。三菱ケミカルは今後の目標をこのように立てており、機能製品による成長がポイントです。重点投資事業に関してもこのように機能製品が多いですよね。ただ投資額の比率を見てみると素材への投資は継続的に行うことがかかるので、素材事業という安定収益源を確保しつつ収益性高い機能製品を伸ばしていく戦略です。住友化学の研究開発費の内訳を見てみると基礎製品以外に集中していることがわかります。ヘルスケア、食料分野への注力がメインです。新越化学は2020年2月に新しくエチレン工場を稼働させ、現在の強みでもある塩化ビニル事業の強化を今後もしていくとしています。三井化学は2025年までにこのような成長イメージを描いています。戦略の軸は事業の多角化です。自動車関連事業やヘルスケア事業を拡大させ、エネルギーや IoT、 農業などの分野でも2025年までに営業利益で250億円になる計画を見込んでいます。それでは最後に採用を見ていきます。この4社の中で最も平均年収は三井化学が高いです。採用人数に関しては業界ナンバーワンの三菱ケミカルが最も多いですね。分離比率はこのようになっていて、やはり理系の方が多いです。各社の求める人材は、三菱ケミカルは仕事にも人にも地球にも誠実に向き合える人材、住友化学は企業理念に共感し自ら考え提案実行できるタフな人、新越化学は自立した価値観と判断力を持ち精神的にタフな人、三井化学は自ら考え行動できる人材です。皆さん、化学業界について分かりましたか？試験的に行っていたメイキャリの ES 添削の反響が大きかったので本格的にスタートします。 ES 添削は公式 LINE に ES をコピペして送るだけです。そうするとこんな感じで返ってきます。もちろん完全無料です。本当に返ってくるの？というコメントもいただくんですが、一つ一つ丁寧に添削しているのでぜひ概要欄から追加をお願いします。